Peggy 12. エルサ、大丈夫か？ありがとう。そうだろう。やっとカナと二人で撮れた写真だからな。俺はずっとカナのそばにいたのに、カナが俺の娘だって気づいてやれなかった。ルーシー、久しぶりね。ちょうどよかった。砂糖と塩を間違えた時のように、この気持ちは揺らいでいる。さながら揚げたての唐揚げのような温かさ。なんだこれ。これって壁ドン。グレイ、大丈夫か？お前何を。そのキラキラやめろ。